皆さんこんにちは、会津若松市から来ました元島といいます。まずセミナーをお話しする前に、リベルオフィスの開発に関わっている方、またはリベルオフィスに関する活動をされている方に、心から、感謝の気持ちを表したいと思います。ありがとうございます。会津若松市、もうリベルオフィス導入してから7年、運用しています。今日はその辺のお話の現状のところをお話をさせていただこうと思います。でまず私ですけども、市役所の情報統計課というところで課長をしております。1994年入庁して、1984年に入庁して1991年から、市役所の情報課の仕事に関わって、未だ、そういった仕事をしています。28年ぐらいずっと仕事しています。で会津若松市、福島県の西側の地域、会津地方という地域があるんですけども、そこから来ました。で、特に、歴史の、観光関係の産業が非常にこう強くて、サムライシティなんていうふうなブランドで、いろいろとプロモーションやってたりもします。で産業的には、ICT、IT 関連の今ベンチャー企業が非常にこう増えていて、スマートシティですとかそういった産業なんかがどんどん活発になってきている状況があります。で、今日特にプッシュしておきたいのは日本酒が非常に美味しいところということで、全国の信州鑑評会7連覇ということで福島県、7連覇しました。今日本で一番お酒が美味しいところです。ありがとうございます。で特に福島県内の酒蔵が多いんですけど、特に今回、半数以上会津地域のお酒ですので、ぜひ皆さん美味しいお酒を飲んでいただきたいなというふうに思います。で、会津で、会津大学というのが平成5年に開学しまして、この大学がコンピューターサイエンスの専門大学ということで、今スマートシティ関係いろいろと産学官連携でやっている中で、この大学との連携というのは非常に強くなってきています。で特に今特徴的な部分としては、私たち情報統計課の情報系のスタッフ9人いるんですけど、全員会津大学の研究施設の中で今仕事をしています。市役所の庁舎の中に情報系の職員が誰もいないと、もう大学の研究施設の中でやっているというふうなところもちょっと特徴的なところかなというふうに思います。でこれ市役所の庁舎なんですけど、昭和12年にできて、ちょっとなかなか格好がいい庁舎です。で夜なんかこんなライトアップをして観光のポイントにもなったりしてるんですけども、で私たちがリブレオフィスを導入した当時、本庁にまだいた頃はこの中庭のプレハブで仕事してました。で市役所でなんかすごい変わったことやってるんですってね、リベルオフィス、オープンオフィスとかの時にこう視察に来られる方も、ここに通されるとすごい驚くんですよ。ここで仕事してるんですか。もうなんかこう驚かれるのを見るのがすごく楽しくてですね、非常にこうインパクトを感じてもらったと。で今大学施設に来ましたので、やはりこう施設に来られた方案内すると、って驚かれるんですけど、プレハブほどのインパクトがないですね。それでは今日、一応5つの項目で、お話をさせていただきます。導入の経過、ちょっと簡単に、お話しさせていただいて、今どんな状態かというところ、あとは庁内職員でいろいろとサポートをしている状況、あとは市役所でやっぱり情報化に強い人っていうのがなかなか多くはないんですけど、今その国の方もデジタルファーストということで、さまざまな情報化を強く推し進めていく中で、情報化に対応できる人を増やさなくちゃいけない、その辺のところ、あとはまとめということでお話をします。でまず導入の結果ですけども、2012年にリベルオフィスの全庁導入ということで、運用をしています。でそれ以前2008年から、その前のオープンオフィスも使ってましたので、リベルオフィス導入から7年、オープンオフィスを含めると11年ぐらいの運用ということに今なっています。今全庁的に導入が動いているのは5系のリブレオフィスが動いていて、今言語対応とかで6系の検証しているような状況です。で市の公式サイトの方で導入の経過から現状とかいろいろ移行時の課題だったりというふうな情報を継続して出してますので、興味のある方はぜひ見ていただければというふうに思います。
で導入当初、まあ、何を目的にこういったオープンソース系のオフィススイートでなのかというところで、まあ、当時ずっとお話ししてたのはまず費用が下がりますよねというところ、まあ、これはよく言われますよね。であと、まあ、庁内で使う電子文書、まあ、ファイルのフォーマット、これを ODF にするということで、まあ、標準化をちょっと意識したいというところ、まあ、これもよく言われるところだと思います。であと利用者の利便性向上、これはあの市で、まあ、いろんな資料を電子ファイルで出すときに使う方、要するに市民の方が、できるだけ要するに優勝ソフトを買わなくても使える状態っていうふうにしたいよねというところで、利用者の利便性向上というところで、まあ、これもあのよく実際導入するときの理由に挙げられるところが多いかなと思います。で4点目がちょっと会津若松市特徴的なところというところで、地元の産業の振興ということで、まあ、これは、先ほども言いましたけども会津大学から派生するベンチャー企業が非常に市内増えてまして、でそういうところといろいろ業務的なやり取りをこう増やしていきたいなというふうに考えていた時期がずっとあったんですけども、まあ、なかなか市役所の業務システムってやっぱり実績ベースなので、ベンチャーさん実績がないところに業務発注できないみたいな話ってずっとあったんですよね。でそこで、できるだけオープンソースのソフトウェアを使って技術力のあるところに仕事が出るようにしたいなというところで、まあ、こういったところを意識した、事業として展開始めたっていうのがきっかけになります。じゃあ実際、その目的はどの程度達成できたのっていうところだと思うんですけども、まず費用の削減効果というところでは、当時はですね、まあ、5年間で1500万くらいは下がりますよっていうふうなことちょっと控えめですけども言ってました。で、まあ、この辺の削減は実際にできています。後でちょっと具体的な数字も、まあ、参考値でちょっと紹介しようかなと思うんですけど、これは確実に効果は出ます。あと文書のフォーマットの部分も、まあ、庁内で作って庁内で回す文書に関しては特に支障なく運用できています。で特に支障なくって言いますけど、実際の先の導入経過でこうバージョンアップの間隔が非常にこう空いてるっていう風のを気にされた方もいらっしゃると思うんですけど、結構やっぱメジャーバージョンアップするときにこう文書のこう体裁がこう崩れていくみたいなことっていうのはわりかしあるんですよね。まあ、なので、まあ大きなバージョンアップするときに検証とかそういったのに少しこう時間がかかるので、あんまりこう頻繁なバージョンアップができてないっていうところが、まあ、ちょっと運用上の課題といえば課題かなというところはあります。あと利便性の向上ということでは、まあ、実際にそのうちで公開している ODF の文書を、まあ、頻繁に市民の方が使うケースってどのぐらいあるんだと、そんなに多くはないんですけど、まあ、ただ実際にその情報化計画を作るときの市民アンケートだったりとか、あるいはそのベンチャー企業さんといろいろやり取りする中では、まず市がどういう思いでそういう取り組みをしているのかということに関してこう支持してくださる市民の方は結構いらっしゃいます。あとベンチャー企業さんも特にその会津大学から派生しているベンチャーさんっていうのはわりかしこう高度な何ですかね、研究開発みたいなところを主軸でやってるところなんかも多いんですけど、いわゆるハードウェアの資産として Windows のパソコンっていうのを持ってないみたいなところもあるんですよね。で役所関係の手続きだけのために Windows のパソコンを買わなきゃいけなかったんだけど、で市役所で ODF 使うっていうのって非常にこうありがたいなと思ったっていう感想を聞かされたこともありましたので、まあ、少なからずそういうところは受け止めてくれるところもあるんだなというふうなことを思っております。で4点目が非常にこう効果として大きいところで、オープンソースソフトウェアの認知度、庁内での認知度が非常に上がりました。でこれをきっかけに、市の例えば公共施設予約システムなんかはオープンソースベースのシステムに今置き換わって、運用もかなり長くやってます。で、まあ、そういった部分で、オープンソースの、まあソフトウェアを導入して、まあ、一定程度多少のカスタマイズかけられるような状況っていうので業務系のシステムを導入するケースどん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 増えてきて、今は住民情報ですとか税の負荷計算をするような大きな総合行政システム自体も、これはオープンソースではないですけども、業務系のシステムも地元のベンチャー企業が受注するというふうなところまで今来ています。でさらにまあ、シビックテック、今その地域課題を解決するためにみんなが持っているテクノロジーに関するスキルをみたいなところでの活動、いろんなのがありますけども、コードフォーアイズというふうな活動をしている方々、で
で特に、これを中心で引っ張っている方に会津大学の客員教授で藤井さんという方がいらっしゃるんですけど、彼が会津に来たきっかけ、もともと京都出身の方なんですけども、きっかけは、市役所で、リベロオフィスを使っているということで、まあ、すごい取り組みしているところがあるんだなというのが会津若松に興味を持ったきっかけだったというふうに言われてました。で実際に会津に来て、まあ、市の職員と事業者さんとかといろいろやり取りするうちに、あ、これは起業するなら会津が一番面白いかもっていうところで、まあ、今に至ってるっていうふうなところもありますので、結構この今いろんなところで行われているシビックテックの活動なんていう部分にも、まあ、少なからずこのリブルオフィスの運用という部分が、影響しているっていうところはあるのかなというふうに思っております。で活用の現状ということで、まあ、ちょっと数字の部分、久々にちょっと集計を取ってみたんですけども、今市役所の中のネットワークっていうのが、あのインターネットでやり取りできる層と LG1 というのはローカルガバメントワイドエリアネットワークって言うんですけど、要するに地方自治体だけを結んでいる専用のネットワークがあるんですね。でここで、まあ、いわゆる事務系のやり取りをする層と、あと、まあ、住民情報とかを取り扱う機関業務系の層と3層に分けて運用してます。これ全国の自治体全部そうです。でそれぞれの層の間で直接的な通信のやり取りはできないっていうふうな使い方をしています。なので、まあ、パソコンとかもだいぶこの分離の作業に伴って台数とかも若干増えたり環境も変わってきています。で当然あの全部にリブレオフィスが入ってますが、マイクロソフトのオフィス製品に関しては、一時期ですね、大体4分の1ぐらいまで、まあ、調整して抑えた時期があったんですけども、まあ、大体そのぐらいになれば一定程度、まあ、調整はできたかなというふうに思って、まあ、その後は特に希望があれば各課で予算取って入れたいんだけどというふうな希望があれば、まあ、一定程度いいよということで、入れてもらってた結果があります。で、今蓋を開けてみたら意外に各層バラバラですけども、結構やっぱり併用しているところが増えてきているなというのが、まあ、正直なところですね。で実際費用という部分で今全体を集計した場合、まあ、ワードかエクセルが入っていれば一応これは併用しているというふうなカウントでちょっと多めになってますけども、併用割合 56% ですから、リブレオフィス単体だけで業務しているのが、まあ、全体の 44% 弱で、まあ、606台くらいのパソコンにあるんですけども、まあ、これにじゃあオフィスを改めて入れようと思ったらいくらくらいかかるのかなということの試算が、まあ、これ今オープンオフィス、オープン価格ですから正確じゃないですけど、大体このぐらいという規模感だけで見てもらえれば、今改めて予算を組もうと思うと2500万ぐらい、予算組まないとオフィス入れられないということになりますので、まあ、経費の削減効果というふうに考えれば、まあ、この額がそのまま経費削減されている状況というふうに、考えることができます。でこれだと単に予算ベースで言ったらオフィス365のライセンス入れた方が安いかななんていうふうにちょっとメモをしたんですけど、まあ、考えてみたらオフィス365が毎月毎月払わなくちゃいけないので1回で済みませんからね、逆には全然安くなかったなっていうのはちょっと、これ書いた後今気がつきました。で、オフィスのファイルの、まあ、占有率といいますか、どのぐらいの量がじゃああるのかというところで、まあ、これもそのネットワークの階層ごとにかなりこう差はあるんですけども、大体3分の1ぐらい ODF の文書があって、まあ、残り、マイクロソフトのオフィス製品が、まあ、5割弱ぐらいですかね。で、まあ、あとその他ということになってます。で実際こう業務をしている中だともっと ODF の割合ってもう増えてるっていうふうな感覚はあったんですが、まあ、実際ODF の文書を標準化する以前からの蓄積もありますので、まあ、まだこんなもんなんだなというのが正直なところです。で、ちょっと細かくて見づらくて申し訳ないんですけども、これ、市のファイルサーバーの中を、まあ、ちょっとこうペッどのぐらいこういうものが、ODF の文書としてあるかっていうのをこう参考で出したんですけど、多分見づらいと思うので、これ人事評価っていう、まあ、職員を勤務状況を評価するのを、こういうふうなこうシートをこう職員に書かせて、課長が評価をするってことをやるんですけど、これまあ全庁統一でやるんですけど、全部軽くのシートでやってたりします。
で、あとこれは幹部会議ですね、部長会議とかの案件、この案件を部長会議にあげたいみたいな、これに関しては、すいません、拡張紙が出てないですけど、これも軽くのシートですね。あと行政評価、これは市で事業をやるときに、それぞれの各課の事務事業ということで、状況こうですっていうふうなものを書いて提出するもの、これも全庁的にやっているものですけども、これも基本的にカルクのシートということで、大体その全庁的に動いている文章は、標準的に ODF ということでやっております。で、さらに、これは議会の答弁書ですね。議会の議員のさんから質問をもらうときに、部長とか市長がご答弁する、いわゆる口述のものを作るんですけど、それはこれはマニュアルなんですが、リブレオフィスのライターだけ使ってね、それ以外で書いちゃダメだよっていうふうなことが、マニュアルとして出ているというふうな状況にあります。で、最近バージョンアップの告知を、これ全庁掲示板の方で、上げて、今言語対応をこれからしますよというふうなことをアナウンスしています。で、今 6.2.3 の動作検証中ということで、どうしても言語を早く対応してっていうところは個別のアップデート今対応はしてますけれども、全庁一律はこれからということで今検証中です。で、先ほども言いましたけども、若干その定裁ずれるっていうのが確認されているので、全庁的に使うテンプレートはこちらで一括で直しちゃって、新しいバージョンになったらテンプレートこれに置き換えて使ってねっていうふうなやり方をします。で、使っていて、すごくこうおすすめといいますか、非常に使いやすいなっていうふうに思ってるのがドローなんですね。わりかし、例えば、保育所とか幼稚園とかで保護者向けのチラシ作ったりみたいな、すごく多いんですけど、わりかしライターで作るとき結構苦労されてる方多いんですよね。で、ドロー、これすごく使いやすいですよと。それこそ DTP でこう紙でペタペタと貼っていく感覚でレイアウトできたりするので、そういったものをお勧めしてたりします。で、職員による総合支援というのは、例えば今の言語対応の例でいうと、うちの方で、これからのバージョンアップの予定はこういう予定ですよ、ちょっと検証があるので今すぐ上がりませんというふうなことをアナウンスすると、すぐに、庁内職員が、実はこれ町内職員ってスタッフでいる目黒区なんですけど、一時的にこういうふうなやり方で、対応できるよっていうのをすかさずフォローしてくれたりします。で、そのフォローで、不具合がやっぱり出てきたりするんですね。で、これは、差し込み印刷で先ほど の職員のフォロー暫定対応だとやっぱり、言語の表示が戻っちゃうというふうな場合は、ちょっと裏技的に一部をこう文字列みたいにこうしとくと大丈夫だよみたいな、これは別中の職員が実際やってみたらこんなだったのでこういう対応すると大丈夫みたいな、そういうのが次々とこうフォローとして上がってくるなんていうのが今町内で起こっている状況です。で、これは常設のこういうサポート掲示板っていうのを置いているので、大体うちでフォローしなくてもそういうのをこう対応できている職員がつどつどフォローするというふうな状況で今運用しているというふうな状況があります。で、人材の育成の部分なんですけども、これ結局このフォローする人も含めて一定程度やっぱりこう情報系のスキルを持っている人と持ってない人の差って大きいんですね。で、特にそのオフィス製品で例えば不具合が出たりする部分への体制とか、あとはいろんなこう使い方だったりそういった部分の情報が足りないっていうふうなところをよく言われるんですけども、意外にそういうふうなこうクレームを上げてくる職員っていうのはスキル的にはだって中級の人なんですよね。要するに使い方とかそういったものっていうのをやっぱり他からの情報でなんとかこなすっていうその人はやっぱりその情報量の差で、やっぱり製品系、商用製品の方を支持するのが多いというところがあります。で、逆にすごいこう初級の人なんかはとにかくツールを使うのがいっぱいいっぱいですからね、そういうもう製品は何でもいいという状況もありますし、逆にもっとスキルが高い人は自力で何とかできるというところもあるので、こういう情報系に対応できる職員をやっぱり増やしていかなくちゃいけないということで、今町内的には情報
処理技術者の試験なんかをうまく活用しながら全体の底上げということで人材登録簿みたいなものを作ってたりします。でさらに町内で所属横断して業務がでそういった情報系の活動に関われるような検討チームというふうのを作っておりまして、今5つありますけども、これ町内の浄化推進部の体制CIO っていう一応副市長が CIO なんですけども、そこの直下に職員の検討チームというのを置いてます。でこれは職員の担当業務関係なく、いろんな情報系の活動に参加できるというふうな枠組みなんですけども、こういったことをこう広げていくことで、先ほどのような職員間のサポートみたいなところの、カルチャーが育ちやすい状況が作れているのかなというふうに思っております。で、最後まとめになります。で、組織導入のポイントということで、これは以前こういうふうに言ってたものです。強制的に切り替えって言っても難しいので、段階的にやりましょうよということと、あと基本的にやっぱり ODF を軸で使いましょうと。で、部分でやるよりも、もう全長一列で入れちゃうっていう方がいいですよと。ところと、初期はできるだけ丁寧にっていうふうなことを言っておりました。で実際にその後継続していくためにどうしたらいいのっていうところがやっぱりあります。でこれ実際やってみての状況はやっぱり現場の状況に合わせてリベロオフィスでできることできないことありますので、その辺はもう柔軟に対応していく必要はありますよねというところと、あとはやっぱり実際どこでもそうだと思うんですけど、人事異動とかで担当者が変わってしまうってことよく起きます。私みたいにずっとここにいるっていうのはなかなか珍しいところですので、やっぱりその担当者の熱意だけでは続かないと、やっぱその熱量を組織的にこう維持するっていうふうな仕組みがいるんじゃないかなというところがありますので、この辺の工夫はやっぱ必要だろうなというふうに思います。あとはとにかくやっぱりやってみましょうよというところで、やりながらいろいろと考えていくというところが結局職員のスキルアップにもなるというふうのが正直やってみての感想になりますので、最近自治体での導入っていうのもそうそうニュースになってはきませんけども、使っているところはやっぱそれなりに継続してやっているところもあると思いますので、利用されるところが増えていくことを期待したいなというふうに思います。私の頃は以上です。